はい、お待たせしました。ちょっとマイクが不調みたいなのでちょっと今調整中ですけども、木曜日7限アントレプレナーシップの戦略的思考、今日第4回目です。7月4日、今日のテーマはデザイン思考の1回目となります。で、今日1回目と申し上げているのは後ほど説明しますけども、今回のデザイン思考はですね、実際のグループワークでの演習となります。で、演習期間は3週間あります。で、今日ちょっとその3週間の演習作業をやってもらうために必要な、ちょっと今日手順を覚えてもらうのが今日のメインテーマです。で、改めてですね、ちょっと全体の流れを振り返っておきますけれども、前回は直感半直感アートの話をして、皆さんに少し、VTS と言われるビジュアルシンキングストラテジーと言われるですね、絵を見て考えるということを皆さんやっていただきました。こちらもし興味ある方はですね、また秋口にこの VTS のワークショップをやりたいと考えてますので、ちょっとぜひ参加してみてください。で、今日はですね、さまざまな課題を探求して解決策を創造するための一つの方法として、最もよく使われるその考える手法としてデザイン思考という今手法が注目を集めて、この10年来世界各地で使われています。デザインシンキング、デザイン思考ですね。今日はこれについて皆さんに学んでもらいます。で、事前学習の資料の方でお配りしているので、デザイン思考の全体のあらましはそちらをもう一回読んでない方はもう一回読んでほしいんですけれども、改めてポイントだけ申し上げれば、デザイン思考は問題解決のための思考方法です。問題を解決するための思考方法です。ですので、ここでの最大のポイントは、何が本当の本質的な問題かというところが一番の要点になります。意外と問題って、これが問題だと皆さん思い込みがちなんですけど、実はそれが問題じゃないというところが大きなミソです。ですので、このデザイン思考の本当のポイントは、その問題を突き詰めて、で、それについて人間中心の、もう一つの問題はですね、この人を中心として、解決策を考えるというところは、このデザイン思考のもう一つのポイントになっています。で、今回の演習はですね、今日7月の4日、デザイン思考の1回目演習前編という形で、このデザイン思考の手法について、皆さん、学んでいただいて、今日グループを作ります。で、3週間後のですね、7月25日の第6回で、ここ演習の後編という形で、皆さんグループで活動した課題と解決策についてグループ単位で発表してもらいます。で、この3週間、7月の4日今日からですね、25日までの間の3週間グループで実際の現場を観察して、その観察結果を分析して、課題を探求した上でその解決策を考えると、で、発表資料をまとめるというのがこの3週間で必要になりますので、今日その前提でよくその手順をちょっと聞いておいてください。良さそうマイクありがとうというところで、ちょっと最初にまずですね、早速グループ作業入りたいと思うんですけども、事前学習資料の方にもちょっと触れてありますが、あらかじめもうグループ決めてるという方々はそのグループ集まって結構です。決めてないという方々はその周りのメンバーで集まっていただいて、またいつものようにですね、机ちょっと前後くっつけてグループテーブルという形にちょっと作ってください。お願いします。どうぞ。はい、ありがとうございます。では、ちょっとですね、まずこのグループでどういうふうにこういったデザインシンキングをやっていくのかというと、手順を説明していくので、ちょっとよく、内容を理解しておいてください。今日ちょっとかなり駆け足でいきますね。で、ちょっと音大きいかな。はい。で、デザイン思考のプロセスの、ね、要点、本当のポイントは、どのようにして問題を定義するかというところと、で、それをベースに解決策を生み出すか、その問題を定義するというところが大きなポイントです。で、事前のその学習資料の中で触れた一つの実例としてですね、このアムトラック、アメリカの鉄道会社、米国の鉄道会社でアムトラックというのがあります。まあ、アメリカの国鉄のようなものですが、まあ、全米でいくつかの主要路線が走っています。で、ここでエーセラーという特急電車があります。で、このケース、まあ、非常によくデザイン神経で使われる例です。ちょっとここでですね、まあ、皆さんも少し演習を交えてこれを体験してもらおうと思っております。で、このアメリカのアムトラックですね、まあ、日本の鉄道と違いまして、まあ、超人気がない。アメリカはまあ鉄道ってあまりメジャーな交通機関で見なされてないんですね。アメリカは基本的に飛行機か車、鉄道はあったっけっていう話で、で、このアムトラックの特急電車もすごく不人気でした。で、ところがアメリカの東海岸はですね、割と人口密集地がこう連続していて、特に東のボストンからニューヨーク、そしてワシントン DC と、ここのところはですね、割と鉄道の利用者が結構多いエリアです。で、
このアムトラック、ここのですね、利用客の多いこの路線に対して新しい新型特急電車を走らせて、このアムトラック復興のいわゆる起爆剤にしようと考えてですね、アメリカのアイデオというデザイン会社にぜひかっこいい、かっこいい電車を作ってくれというふうにお願いしたところから話は始まります。で、通常ですね、こういう時によくあるケースがですね、まあ、不人気なので、皆さんが気持ちよく乗って、かっこいい電車で、こう、クールなデザインの、こういう電車を作れば、人気出るんじゃないかみたいな話でですね、ある一つの症状からですね、これが原因だというふうに考えて、で、それに対して、まあ、開発をして、実際にそれを本当に実現しちゃうというのが、まあ、よくある解決プロセスです。これ何が一番問題かというとですね、本質的な課題、大きなあの円の部分に気がつかずにですね、目に見える分かりやすい症状がイコールで、これが本質的な課題だと思い込んで、で、それで物を作っちゃう。結構世の中ほとんどのケース、これかなり多いです。で、先ほど申し上げたこのエーセラーの特急に関して申し上げれば、起死回生のために、この鉄道事業を再興するためですね、お客さんを呼び寄せるために何が必要かっていうのはですね、この新しい特急電車に本当に必要なのは、速くてかっこいいという新型車だけでいいのかっていう話です。で、最初にこの話を受けたこのデザイン会社のアイディオ、ここはあのデザインシンキングのまさに、あの、生みの親と言われる人たちですけども、彼らはこれを受注して、受け負った時に最初断ったんですね。理由は違うって。これ特急電車で作ってもお客さん集まんないですよという話です。で、どういうふうにすればいいかというとですね、この問題を、本当の問題はどうかというところを探すために、まず観察をして、その問題に共感することがとっても鍵ってあります。もうここが一番のこのデザインシンキングの本当の要です。観察をして、その状況を見て、実際にそれに問題に直面している人、問題を抱えている人が、なぜそう感じているかにこう共感するというところ。で、これをベースに今度皆さんが実際に、じゃあ何が本当の課題かを分析をして、それで本当の課題というのを絞り込んで定義します。で、これを基づいて、それについて解決策を考えて、実行して検証していく。これがあのデザインシンキングのプロセス。この4段階減るというのが、まあ一般的なプロセスと言われています。で、一番最初のこの観察、この共感というところですね、全体を見るんですね。全体というのは本当に全部を見ます。先ほどの、いわゆる鉄道特急電車というところ、その電車だけではなくて、電車を使う人、その電車が走っている状況はどうなっているか、その環境とか、その周りの人々の行動ですとか、その時の反応、感情、これをつぶさに観察をしてですね、パッと見た目、うわ、これ汚い電車だなとかですね、なんか乗りづらそうだな、まあ、そういうところの問題はちょっと横に一旦置いといて、まずはですね、その状況をつぶさに観察をして、先入観を自分を捨てて、とりあえずまず何が起きているのかっていうのを掴んで、そしてそれでどう感じるかを皆さん共感していく。これがこの観察共感の大きなポイントです。パッと見てですね、うわ、列が長いなとかですね、待ち時間長いなっていうのは、それ症状なので、それがもう問題だって決めつけずに、ちょっとそれは一回置いて、まず何が起きているのかと徹底的に情報を集めて、そこで困っている人ですとか、そこで起きていることに対してどう感じるかということを自分でも共感していく。ここがポイントになります。で、この共感、どうして共感していくかというのは、今言ったですね、この観察をする、何が起きているのかというのをこう見て、よく今あるのは皆さんもスマホ持っているので、写真を撮った方がいいです。場合によっては動画を撮った方がいいです。そしてインタビューをします。そこにいる人たちに対して、使う人、それを実際に何か利用している人、その場にいる人、もしくはそこにサービスを提供している人、皆さんにインタビューをしていきます。そして、そのインタビューをしながら、さらにまた、観察しながらまた聞いていくということ、これらを繰り返して、で、その積み重ねで共感を得ていきます。ですので、この観察というところが最も重要なポイントです。これ、強調しすぎてもしすぎることはないんですが、観察方法としてはですね、実際その現場に行って、その場所、環境全体、そこで置いてあるものですとか、それが使われ方、その状態を細かく観察して、一般的にはもう今、皆さんスマホ持っている写真を撮ります。スマホで写真撮った方が後で振り返りやすいです。あと、動きがあるときには、ぜひビデオ撮った方がいいです。で、さらにですね、皆さん書いた方がいいです。手で書いてですね、実際そこの人の流れがどう動いているのかとかですね、その時にどういうふうな、こう、ぶつかり合いとか何かこうトラブル起きてるとか、そういったもの、こういったものを自分の手でこう書いてみると、相手の考えとか優先順位等も、自然と浮かび上がって自分としても理解しやすくなります。で、さらに、なぜそういうふうになっているんだろうと、実際その場に行ってその観察した時に何かおかしいなと思ったら、実際その人になぜというふうにして、繰り返し質問して、相手の思い込みを探ってみる。で、さらにですね、理想的なのはですね、これよく手なんですけども、実際に例えばお店で、客
キャッシャーの人がすごく列できて困っちゃってるとか、あと倉庫から物を運び出すときにすごく手間がかかってるというときには、実際その困ってる人に、実際困ってるその作業してるときに何が困ってるか口に出してもらう。どこにあるか分かんないなとかですね、あのレジのところでもうレジ打ちめんどくさいなと、こんな10個も20個も打たなきゃいけないとか言うとですね、はっきりと分かるんですね、何を感じているかというのが。結構これでいろんな情報が集まってきます。で、これ1学期の第4回の授業でもご紹介したんですけども、こういった観察方法の中で注目すべき点を、カジュラ文字でいくとあいうえおっていう言い方をするんですけども、まあ英語に対しても日本語のあいうえおとカジュラ文字つけちゃってますが、まずは人の動き、アクティビティ、どういうふうな人の動きとか物の動きとか変化があるのか、 E はインタラクションで、実際どういうふうに人と人とがこう接触しているのか、何かこう会話をしていたりとか、いろんなもののやり取りをしているですとか、あとそこに来ている人のユーザー、その特徴、属性、タイプ、なんでそこに来ているのか、どういう人が来ているのか。で、E がエンバイロメントで、まあそこの置かれている環境ですね。空間、雰囲気、施設、またはもうその外の自然の状況も含めてです。例えば雨が降りやすい天気の中での何か作業なのか、もしくは海辺なのかとか、街中なのか、いろんな環境条件があります。で、最後は O、オブジェクトで、そこで使われている様々なもの、機械ですとか、各種毒、さっき言ったレジだったら、このレジのスキャナーとか、いわゆるレジ打ちのマシンとかいろいろありますけども、こういったもの、あいうえを、これらに着目して観察をした方がいいと言われています。で、先ほどのアイエセラーの問題ですね、まあ答え言ってしまうとこうなりましたよというのは簡単なんですけども、ぜひちょっと皆さんもですね、同じプロセスをたどって体験してもらいたいなという意味で、日本のケースでいくと、ちょっと新幹線についてちょっと皆さん考えてみてください。インタビューの皆さん練習です。で、お題はですね、出張に最適な新幹線とは何かというお話になります。まあ皆さんまだ出張これから経験されるわけですけれども、実際にですね、何か大切な用事がある。皆さん岡山に今いて、大切な用事で明日12時に東京の自由学校に行かなくちゃいけないとなりました。出発は明日の朝です。というふうに想定したときにですね、下の赤字で3つ、利用する交通機関はどのようにして決めますか？なぜですか？2つ目は、新幹線を選択する場合、何を重視しますか？その新幹線。で、それはなぜですか？3点目は新幹線を利用する場合に何が一番気になりますか？それはなぜですかというこの3点について、今このグループの中で質問する人と回答する人、記録する人を決めて、それぞれインタビューをしてポストイットにちょっとメモをしていってください。で、回答者ごとに色を変えていくと後々整理がしやすいです。出張に最適な新幹線を考えるためにですね、今利用者の方々にインタビューすると想定をして、この想定事項、あなたは明日大切な用事で明日12時に東京自由学校に行かないといけないと。出発は明日です。だから夜行バス使うとかそういうオプションありません。なので利用する交通機関はどうやって決めるのか、なぜか。で、新幹線を選択するとしたら何を重視しますか、それはなぜですか。で、新幹線を利用する場合に皆さん何が一番気になりますか、それはなぜですかという、この3点をちょっとインタビューしてこのグループ内で聞いてみてください。お時間7分ほど差し上げます。どうぞ。はい、じゃあ皆さんディスカッション終了してください。川田さん、晩酌いい？いつもの晩酌いい？はい、ちょっと全部の班に今日聞きたいところですけども、今日は山盛りなのでですね、ちょっといくつかの班に聞いてきてますね。まずどうやって決めます？新幹線をもし選ぶとすれば、なんで新幹線選びます？あ、マイク。あれ？マイクはない。マイク。どうぞ。入ってる？はい、入ってます。はい、はい。はい。意見がちょっと出たんですけど、はい、僕は、やっぱ、ちょっと飛行機だったら、あれ、出発する前に、空港に行って、はい、1時間ぐらい前に行って、待ったり、まあ、するのがめんどくさいから、まあ、時間ロスするので、はい、はいはい、それでそういう時新幹線乗ったらいいじゃないかと思いました。あと他の人はというか、や遅延が気になったりすると、遅れたりするから、はい、遅れたりするから、はい、まあその時新幹線を乗るんだと言いましたね。はい、ありがとうございます。まあ時間の効率がいいって話と、遅延の可能性が低いって話ですね。まあ、飛行機だとね、場合によってキャンセルもあるのですね。はい、場合によっては。はい、どうぞ。あ、まあいいか。
はい、利用する交通機関はどのようにして決めますかっていう問いには、僕が答える人だったんですけど、あんまり疲れたくないなというのがあって、はい、その12時から次大切な仕事があるから、そのための準備の時間として使いたいっていう、なんですかね、はいはいはい、欲求があったんで、ええ、それを重視できるような、交通機関がいいなということで、その車とかの自分のプライベート空間っていうんですかね、はい、とかある程度その選択肢が持てるような交通機関を選びたいなって思いました。ああ、なるほど、はい、でもし新幹線を選択したとしたらそれはなんでっていう、時間と時間が早いっていうのと、あと自分がやりたい作業とかに集中できるっていうところですかね。あ、なるほど。で、何が一番気になります？僕はその泊まる駅が多いとちょっと気になって、っていうのが、僕酔いやすいっていうのもあって、そのなんかスピードが落ちたり早まったりするっていうのも弱いっていうのが理由の一つと、はい、あともし寝てた時とかに、はい、乗り過ごさないためとか、まあ、東京だから乗り過ごすことないと思うんですけど、はい、なんですかね、その音とかで目覚めたりするっていうのが僕はちょっと気にはなってました。あ、はい、よく東京始発で新横浜だけ一駅乗りたいなんていう人がですね、はい、乗り過ごすと名古屋までっていう悲惨なケースも出てます。あ、やばいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではちょっと聞いてみましょう。どうですか？はい。どのようにして決めるかは、時間距離を考えたときに、飛行機と、新幹線の2つで考えたんですけど、飛行機だったらその空港が割とこう偏僻な土地にあるので、そこから自由が丘に行くとしたら、はい、そこからの距離がすごく長い、はい、反対に新幹線は都心部から都心部をつないでくれるので、ええ、時間距離を考えたときにそっちの方が便利だなと思いました。あ、そうですよね。意外とよく日本の場合、新幹線と飛行機って大体分岐点、東京を起点とした場合、どっちを優先して選ぶますかっていうビジネスマンに聞いたときに、まあ、いろんな説があって、岡山だ、広島だ、ここら辺がちょうど、ね、飛行機を選び出す場所だって意見があるんですけど、最近なんか違う見方が出てて、おっしゃってる通り、飛行機降りた後が問題なんですよね。実は岡山の場合は、いずれにしろ皆さん家から行くわけですよね。例えばね。なので、実は東京に住んでる人と岡山に住んでる人と多分ね、選択肢のね、考え方が違うらしいんですよ。東京の人ってどうなるかっていうと、飛行場まで行くのはね、結構ね、バスで直行便が出たりするんですよ。近くか、割と。朝の通勤電車乗らずにバスで行っちゃって、で、結構楽なんだけど、で、飛行機選びたがる人多いらしいんですね。逆で、岡山なんかから今度東京に行く場合は、東京今度降りた後のこの手段が、この電車を乗り継がないといけないので、それ考えると新幹線がいいって見方もあったりして、結構皆さん乗る出発点がどうかっていうところでね、結構変わったりするんで、まさにその点だと思います。もし新幹線を利用する場合、何があと一番気になります？気になるところは、コンセントが使えるかどうかと、後ろの人、前の人が、その、席を倒したがるかどうか。はい、それは運だね。ちなみにアメリカの飛行機にね、今ね、やっちゃいけないと思うんですけど、相手のリクライニングを止めるストッパーみたいなの持っててですね、やっていいのかって話なんですけどね、止めるとね、後ろ倒れなくなるんですよ。うん、いや、なんでかってアメリカの国内線の旅客機って、ものすごい座席間隔が短いので、あれで倒れると本当に圧迫されるのがこんな風にですね。実際あるそうです。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。じゃあ、行ってみよう。ぜひ。はい、ぜひ聞きたいのはね、なんで新幹線を選択するとしたらね、何を重視して新幹線を選びますというとこと、あと何が一番気になるかというと、まず座れるっていうのが絶対に出てて、で、遅延が少なかったり、はい、その乗るために時間がかかったり、はい、なんだろう、乗るまでとか乗った後とかの時間のかかり方が少ないのが新幹線のメリットじゃないかっていうのが出てて、はい、あとはまあ Wi-Fi が欲しいだとか充電がある、はい、作業ができる、はい、でその後の仕事に対して疲れない、これが大事だって言ってました。ありますか？あと一番気になるところ、まあ、今言った内容、何が一番気になります？もし新幹線をこれから打つとき、要するに今の新幹線でこれなんとかしてほしいなと、ちょっとこれ気になるんだけどなっていうのもし何かあります、うん、もし何かあれば
なんか皆さん直感で浮かべたとかあります？今の新幹線で今まさにその座席の座れるかどうかでいくと予約しないといけないよね。そうなると、うん、今の予約ってしやすいですか？新幹線今なんかもうその場でチケット取れるぐらい、その場でチケット取れますよね。だから別に次の日とかなっても乗れるのが飛行機よりはメリット。ああなるほどね。はいどうぞ。あの出口が狭い。あ新幹線なんか、はい、往復がなんか女どっちかが終わらんとどっちかが始まらへんっていうのがちょっと急いでる時とかちょっとあれかなと思いましたので、もうちょっと広げるんやったらもうちょっと出口広げてほしいなっていうのが。確かにあれです。あの連休シーズンとかですね、大阪駅とかですね、新大阪の駅とかですね、降りる人が多すぎてね、乗れない列が切れないんですよ、ずっと。私も見てて驚いたのが、で、あれどうなるかっていうと結局ね、出発遅延になっちゃうんですよね。まさかね、乗る人いるのにね、ドア閉めるわけがないので、結局待たなきゃいけないので、あれで、ね、乗り降りで結局ね、2、3分かかってる時あるんですよね。すごく混んでる時。で、みんなほら、スーツケースを持ってるでしょ？ガラガラ。絶対ね、こう、そう、対抗式でこうね、乗り降りが同時にはできないんですよね。確かにそうおっしゃってるとおりです。はい。じゃあ、ちょっと、ありますね。はい。ありがとうございます。はい。で、あの、ちょっと皆さん考えていただいてですね、あの、新幹線を使う場合にという話で今日考えてもらったんですけども、実際にあの、新幹線を使った場合に、あの、新幹線のその中の体験もありますけど、多分前後についても皆さんいろいろと気になったと思うんですね。で、今ですね、あの、実際にこれ考えてもらった理由というのが、その共感してもらう、あの、実際に考えてもらって、自分だったら、自分事として考えたときに、何をどう感じるのかというのをちょっと考えてもらったんですけども、先ほどのケースで言った、あの、アムトラックのエーセラー、この特急の場合ですね、先ほど、ここで走ってる場所を言いました、ボストン・ワシントン・D 新幹で、全米で最も旅行客が多い地域なんですけども、この旅行客の多くはビジネスマン、業務出張の方々です。なので先ほど言ったように、あの大切な用事で移動するみたいな形で、当然彼らはやっぱり気にするのはですね、時間の正確さであったりとか、あと結構移動する方がですね、弁護士とか金融関係者の方が多いんですね。そうするとですね、作業したいという人が多いんですよ、割と。まあ今だったらドキュメント読んだりとか、なんかパソコン打ったりとか、こういったあのいろんなニーズがあったりもします。で、今皆さん出した課題っていうのはですね、実はあの目に見える課題であったりとか、まあその最初に自分が感じているその症状なんですけど、で、これがすぐにですね、課題だと思って、あの実際に例えばそれをどうするかってことに取り組むと、あの、実はそれはね、早とちりというケースがあります。ですので、今言ったですね、こうインタビューですとか、例えば先ほどの指摘のあった新幹線の乗降口狭くて皆さん乗降に時間かかってとかいう、こういう観察結果とかインタビューの内容の一時情報って言うんですけど、これをそのまま結論にしてはいけませんという話です。割とね、結論にしやすいんです。あの、ちょっとした分析が実は必要になります。で、そのための分析としては、人を中心に考えて、その使う人に共感した上で何が今起きているのかということをちょっと深く掘り下げていく必要があります。で、例えばですね、今この出張でというふうに関して、日本の場合新幹線で皆さん考えてもらったんですけど、このエーセラの特急の場合、先ほどのあの紹介したアイデオという会社がですね、結果的に彼らが鉄道会社アムトラックに提案したのは、特急電車の最も重要なポイントをお客さんの立場で考えるとこうなりますよと。まず最初に行く目的があって、その経路、時刻表、料金を皆さん彼ら絶対調べるはずですと。で、計画を立てます。何時の電車に乗って、次に予約をしないといけません。あと切符も買わないといけないです。で、旅行をスタートします。この旅行開始って別に駅から始まるわけじゃないので、皆さん家から始まるので。で、駅に行って、構内に入って、まあ、その場で切符を買う人もいるかもしれません。で、電車を待ってるわけじゃないですね。あの、多分皆さん待ち時間が出るはずです。で、乗車して着席をして、で、発車して車内で過ごした後、ニューヨークとかワシントンに到着して、降車した後、さらに駅を出てからまた目的地に向かわないといけない。先ほどのケースで行くと東京の自由が丘というふうに申し上げました。ちょっと場所的にあの、皆さんピンとこないかもしれませんけど、新幹線の駅からは当然離れているので、もう一回乗り継ぎが発生するんですね。で、これらの一連の流れを考えたときに、電車、特急電車に乗ってる時間ってこの8番しかないんですね、結果的に。なので、本当に使いやすい電車をどうしたらいいかということを考えると、この全体の流れの中で本当に最適な形になっているかということを考えないと、本当に皆さんに使ってもらえる、その、いわゆる列車サービスにならないということを、あの、アイデアは指摘をして、先ほどのエーセラーというところを開発をしています。まあ、どういうふうに開発したか、後ほどまた皆さんにちょっと考えてもらいますが、で、
このような形でですね、この分析してこう定義していくというところで、実際にじゃあ問題は何かということを考えていく必要があります。こういったあの一連の流れの中で、例えばこういう特急電車をどうしていくのかといった場合に、じゃあ絶対に外せない問題は何かというところを皆さんで考えないといけません。で、着眼点を定めというのは、この場合は例えば特急電車を作るというお話ですけど、そのための最適な解決策を想像することを、まず皆さんここから始めていきます。で、この問題の枠組みを捉え直すと書いてありますけども、今言ったみたいに繰り返しになりますけど、電車っていうだけのそのフレームワークじゃなくて、旅行する人っていうことを中心にして、ちょっと考え直すと全然違うアプローチになっていくというお話です。ですので、よくですね、例えば新幹線とか列車は別に日本に限らず世界中そうなんですけども、こういった鉄道サービスみたいな話になるとですね、多くの場合お客さんが解決しろっていった問題はですね、なんか全然違う話が多かったりもするんですね。先ほど言った例えばまあ、プライベート空間もやっぱ重要な話題なんですけども、でも実際また難しいところもあるんですね。何が難しいかというと、物理的に可能です。パーティション区切って、個人ブース。実際皆さんですね、おそらく乗ったことないと思いますが、昔新幹線実は個室だったんですよ。で、むしろ、あったんですよ。二階建て車両あったって知ってます？今でも一部東北新幹線走ってますけど、上越新幹線とか。昔、東海道新幹線にもですね、二階建てのやつがあってですね、個室があったんです。廃止になりました。なんでかって話ですけど、まあ、コストパフォーマンス悪いんですね。料金かなり上げないとやっぱり割に合わないと、あと、食堂車もあったんですね。って皆さん思います。昔食堂車って普通だったんですよ。昔あって食堂車とですね、ビュッフェっていうのがありました。ビュッフェって言いますけども、まあカフェですね。カウンターがあって簡単な軽食出せるやつあったんですが、それも全部廃止になりました。まあ一人に全部キャパシティ、要するに乗れる人の数を増やして、快適性を追求した結果、それ全部廃止になっちゃったんですけれども、まあ、何を言いたいかと言いますと、実はでもお客さん今でも根強くですね、ご飯食べたいっていうニーズが結構あったりもするんです。でも考えてみると、時間の移動みたいなどんどん短くなってですね、早くなって。乗ってる時間が賞味1時間とか2時間なので、その時間に、例えば、乗れるお客さんとして200人分ぐらい乗れるぐらいの車両を全部潰して、食堂車にした方がいいのか、それを200人乗れるようにして、できるだけ皆さん座れるようにした方がいいのか、どっちかっていう話があったりもします。このように、お客さんが単純にこうしてくれって言った問題を、ただ単純にそれすると、それが最適な解じゃないというケースもあります。不都合も生じるケースがあるわけです。ですので、いろんな角度から視点から、実際にその表に見える症状とか、皆さんが問題だって感じるところ、こういったところに対して裏側に潜んでいる真の問題というものをこれは考える必要があります。これは皆さんの想像力をたくましく働かせる必要があります。実は使っている人たちも気づいてないことが多いんです。先ほど皆さんに考えてもらったときに、途中で意見もありました。この時間の効率の話ですね。実際に飛行機とこの時間の距離の関係、これ意外とあんまり皆さん深く考えてないんですけど、本能的に皆さんそう選んでらっしゃる方が多いんですが、これってとっても重要なポイントで、飛行場と駅は動かせないんですね。どう頑張っても。これって意外と忘れられちゃうんですけど、で、あと皆さんが住んでる場所と飛行場と駅までの距離関係も実は重要だったりします。で、それは物理的な距離というよりも、いろんな他の交通機関の手段を使って、どのぐらいの時間で移動できるかっていう、交通移動時間で見た距離です。どういう意味かというとですね、東京と例えば長野って交通移動距離ですとものすごく長いんです。今新幹線で来て短くなりましたけど、要するに、使える交通機関が少ないと、当然移動時間長くなっちゃいます。逆に東京と大阪、実はすっごい近いんです。バンバン、のぞみが10本ぐらい走ったりとか、飛行機もガンガン飛んでるので、割と移動する時間は短いんですね。要するに待ち時間がないので。東京から実は一番遠かったのは千葉だったりするんですね。隣の県。千葉の外房というところまで行くのに特急電車少ないので移動するのに 2,3 時間かかったりもします。実は東京から大阪で移動するのもはるかに遠いんですね。で、それは何よりかというと、この飛行機と時間、距離を考えて新幹線と比較した場合に、実は皆さんの置かれている状況はいろいろ違っていて、そうなると、先ほどの新幹線とこういう特急電車はどうしたらいいのかって考えたときに、本当の問題は何かというところはですね、全然違う要素が絡んできているということもあるというお話です。こういったいろんな角度から考えて、本当に求められる電車サービスは何だろうというふうに考えていくと、全然違う課題が浮き彫りになったりもします。で、このようにですね、この分析をするためにはですね、こう集めた一次情報と言われる、インタビューをしたり、観察をしたり、実際にこういった特急電車の場合では、実際に駅に集まる人と駅の様子をこう写真撮ったりとか、ビデオに撮ったりもします。まあ、こういった形をして集めた情報をグルーピングといってですね、似たような要素を集めて、実際にそれをこう抽出してですね、で何がどうしてそうなっているのか、人が集まりすぎているとか、先ほど言った混み合ってて降りるの時間かかっているとか、いろんなケースありますけど、で、そこから一旦、ドアを大きくしちゃえとかですね、列車の本数増やしちゃいとかですね、座席をもっと広くしたいとかいう、単純なちょっと考え方から一旦
離れて、で、ちょっと視点を変えたりして、乗る側じゃなくて、鉄道を運転する、例えば JR の立場になって考えたりとか、もしくはその JR の駅を設けている行政の立場になったりとか、駅の周辺の人の考えとか、実際にこれで来てもらう立場の、その仕事の先ほどの、いわゆる会議相手の方の立場とか、まあ、いろんな形での視点焦点を変えてみて考えて、本当のニーズは何かということを考えると、こういう形をして分析を繰り返していくと、課題が見つかっていきます。で、課題の分析方法として、今回ご紹介するのは大きく2つ皆さんにご紹介しておきます。エンパシーマップというのは実際にこの共感を得るための手法の一つです。先ほど皆さんにインタビューをしていただきました。で、このインタビューした結果についてですね、その発言した内容を皆さん記録していったんですけども、発言した内容はあくまでも言葉にした皆さんの感情であったり考えを言葉にしただけに過ぎないので、実はこの考え、感情はこの中に入っていない場合もあります。なので、聞き取ったインタビュー結果について、なぜこういうふうに言ったのかっていうその考え、あと、その時どう思ったのか、その怒りを覚えているのか、楽しい、期待しているのか、もしくは悲しい、辛いなと思っているのか、とかですね、そういった感情はどういう感じなのかって、結果的にこの発言の時に、発言した人はその行動をどう取るのか、どういう反応をするのか、次にどういう行動を取るのかというところ、こういうのをずっとこう膨らましていきます。一つのインタビュー結果から考え、感情、発言、行動、これをこう膨らましていくというのが、このエンパシーマップというやり方です。こうすることによって、なぜそういったお客さんがそういう行動を取っているのか、もしくはそういうふうなクレームになっているかというところの裏側になることをこう推測することが可能です。もう一つはですね、こうジャーニーマップという方法があります。このジャーニーマップの方法はですね、実際に対象者、お客さんの行動、感情変化をですね、こう可視化したものです。これどういう意味かと言いますと、先ほどの新幹線を使うといった場合に、実際に出張に行かなきゃ、東京に行かなきゃというところからスタートして、実際に目的地までたどり着きましたというこの、まあ、ジャーニー、旅と考えて、それぞれの段階、で、どういう行動をして、どういう考えで、その時どういう感情を浮かべるのかというところをずっと並べていきます。こうすることによって、それぞれのステージステージで、使う人、お客さんがどういうふうな形の行動を必要としているのか、もしくは逆に迫られているのか、もしくは何か不都合を感じているのか、その時の感情がどうなのか、反応はどういう反応が起きているのかということを踏まえて、最終的に何が問題になっているかというのが浮き彫りになっていきます。これをジャーニーマップと言います。で、今回ですね、皆さん先ほど新幹線の話を考えてもらったわけですけれども、インタビューしてもらいましたが、ぜひちょっとそのインタビュー結果を踏まえてですね、ちょっとジャーニーマップを作ってください。今言ったみたいにですね、東京に行かなきゃいけない明日、12時まで自由学校にというふうに、今、誰かに言われたとか、お願いされたとか、今出張しなきゃいけないというふうにとか、そこをスタート地点と考えて、実際の目的地の自由学校に着くまで、一体どういう形の段階で何を考えてどういう行動をしてその時どういうふうな感情や反応を抱くんだろうかっていうところを先ほどのインタビュー結果でもし足りない時は付け方して結構ですのでちょっと並べていってみてください。で、並べていった上でこれらを各段階の考え行動その時に起きる感情を踏まえて何がそこでお客さんが困っているのかっていうのをちょっと書き出していってみてください。ちょっと紙をお配りするのでその紙にその今書いていたポストイットを貼っていって結構ですので、それでいいですよ。課題等を書き出していってください。ではちょっとお時間、10分ほど差し上げますのでお願いします。はい、では8限目、今日最後の、講義です。行きたいと思います。で、ジャーニーマップ、今各反応でですね、できたところまでで結構ですので、ちょっと皆さんが作ってみた出発から到着までのというよりも、まず最初にいかにあかんと決めた段階から着くまでの間、何が起きるのか、何がやったのか、どういう行動したのかというのをちょっと教えてください。マイク。全部じゃなくて、使用書いくつか。はい、メインのポイントを挙げてもらえばいいですよ。はい、そうですね、初めにそのジャーニーマップなんですけど、はい、出張を準備するところから乗車するときまでを考えました。はい、で、まず出張準備のときにすること行動なんですけど、まず経路確認を Google マップなりナビタイムなりでします。はあ、はあ、Google マップで、はい、はい、で、はい、ペルソナが結構大学生に寄ってて大学生の出張みたいな感じになっちゃったんですけど、はいはい、その
学校で学割証を発行しに行きます。あ、重要だな。でこの時の課題っていうか思考なんですけど、はい、まず学校に行くのがめんどくさいっていうのがあります。であと課題としてその日曜日学校空いてないですよねっていうことも課題で分かりました。はい。で次にその切符を購入するところに移ります。はい。で購入するところでは、まず緑の窓口に並びます。はい。で、まあ、切符買うんですけど、この時の課題なんですけど、はい、まず初めての人って切符の買い方難しいっていうのが上がりました。あ、で、はい、ですね、はい。であとその学割証、じゃあ 学生証で買えない、緑の窓口に並ばないといけないですよね、はい、学割証を使うためには、はい、それが課題かなと思いました。はい。で、当日の移動なんですけど、はい、当日の移動の行動は、まあ、あのバスなり 自転車なりでお会計に行きます。はい。で、まあ、準備物を作ります。何を作る？準備です。あの、例えば、キャリーケースとか。ああ。もう当日用意します。ああ、それ家でね、まず。はい、家で。あ、すいません。家で用意して、はいはい、で、そこから、あの、お会計に行きます。はい。荷造りして。はい。じゃあ、お会計。はい、どうぞ。うん。当日のそこの思考なんですけど、はい、まず遅れたくないっていうのがあります。ああ、そうですね、はい、間に合わないといけないですね。はい。であとです、ああそうかな、それぐらいですね。はい。で、で、まあ、当日駅に入るところで、はい、駅に入ってまずやるのはコンビニに行くこと。コンビニ行く、駅のコンビニでまず買い物をするはずです。おーおー、はい、朝早いので、はいはい。で、まあ、トイレに行くですね。はい。はい、でこの時の思考っていうか感情が入るっていうのは、はい、早歩きになると思います。なんで？っていうのは並んでないか、並ぶ可能性がでかいので、自由席に。あ、自由席なのか。はいはい、あ、そうですね、自由席で考えてます、はいはい、で並ぶ可能性が高いのでまず早歩きになるっていうのがあります。であと、はい、はい、があります。はい。で校内に入って、はい、校内はあのまず椅子で待つか立って並んで待つか迷うっていうのがあります。はい。でこの時の感情なんですけど、はい、感情はまずあの入って並んでないか不安、あのもう長蛇の列ができてないかなっていう不安はあります、はい、とあとジュース買いたいけど並びたいなみたいなことになる可能性もあるかなと思います、うん、ですね。すいません、そこまでで終わりました。はい、ありがとうございます。ありがとう。確かにそう、自由席と指定席で違いますよね、状況はね。ありがとうございます。じゃあちょっとよ、ね、後ろ行ってみよう。今この中で付け足すとこなんかあれば、逆に終わりの方でもいいです、到着のとこでもいいです、あの途中のとこでもいいです、何でもいいです。課題のところで、先ほどのグループは自由席で、はい、決定しちゃってたと思うんですけど、私たちはその指定席にするか自由席にするかっていうのが一つの課題だなと思ってて、あ、悩む、悩むところかなって思ってて、はい、指定席だったら確実に座れる
はい、座ることが保証されてるけど予約が必要だったり、はい、時間の変更が切羽詰まった時できないっていうのがあると思うけど、はい、自由席だったらすぐに時間をずらせるけど、自由席だったらすぐに時間をずらせるし、はい、あと手続きが少ないけどその余裕を持っておかないと、はい、座れるかどうかの保証はないっていうのが、はい、まあ、その人にとってどっちを取るかが課題かなと思いました。なるほど。なるほど、結構これ重要なポイントですね。ここちなみに料金の差というのはどう思いました？結構まあ指定席と自由席でね料金違うんですけど、それって結構かなりヘビーな要素、それともまあむしろこちらで座れるか座れないかの方で、まあどっちもどっちかなってぐらいですか？そうですね、もし近かったら、距離が近かったら、はい、その差って結構大きく感じると思いますけど、岡山と東京ならなかなかの距離があるし、会社だったら負担してくれないかなという気持ちもあったりしますそうですよねまあ距離にもよります。はい、はい、ちなみにちょっと今日のこの話とちょっと脱線しちゃいますけど、スマート EX って知ってる？ね、JR 東海出したのアプリ、あれ使って皆さんの、まあ、イコカとかスイカとかが登録できて、で変更がねあれ何回もできるんですよね。アプリ上で何回もできるんですよ。だからあれは使うと緑の窓口だと、私個人的にはこれは YouTube でぜひ言いたい、おかしいと思うんですけどね、緑の窓口だとね1回しか変更できないんですよ。2回目やろうとするとね、1回払い戻しの再発見になるのでね、手数料ちゃうじゃんですね。でもスマート X だと何回変更してもいいんですよ。おかしくないですかって話あるんですが、はい、そういうのがありますので、今そういうアプリでソリューションも出てるので、それをうまく使うと、この席の変更、割とビジネスマンの皆さん、時間が分かんない時なんかは結構それで重宝しているので、ちょっと覚えておくと便利かもしれません。はい。ただ、学割とかなんかね、やると緑の窓口行かないといけないんですよね。これはそうです。ありがとうございます。他いいですか？大丈夫。他は大丈夫です。はい。じゃちょっと横にマイクをつぐ。はい。とりあえず出発前に指定席予約はしておくべきだなと。はいはい。指定席か自由席かっていう議論も出たんですけど、はい、やっぱりそもそもが仕事の出張で行くっていうテーマなんで、はい、やっぱりそのもしこう混んでたりしたら自由席だとなんかストレスもたまるし、はいはい、でなんか作業もできないっていう、はい、ところもあるんで、もうそこはもう妥協せずに指定席で行っていいんじゃないかなと、はい、と思いました。で、まあ、今回自由が丘に12時に着くっていう、はい、テーマで、一応まあその30分早く見積もって11時半に自由が丘に到着するっていう、はい、算段を立てると、はい、まあ、仮に岡山駅を出発するとすると、はい、だいたい7時半には岡山駅に着いておかないといけないっていう、そうですね、算段になりまして、はい、でまあその待ち時間とかは先ほどあった通り、そのまあそれなりの準備だとか、トイレに行ったりコンビニに行ったりっていうのに費やしたらいいかなというところで、でまあ乗車に関してもその手荷物とかがある、まあ、確実にあると思うんで、それに関してその置く時間も考慮して早めに乗車すればいいかなというふうに、はい、議論が出ました。はい、でですね、まあこう気になる点としては、はい、その、まあ、座る場所だったりだとか、あとその周辺環境、トイレがあるかっていう議論が出て
トイレが近くにあるかっていう。電車の中？電車の中に、そのトイレの位置とか、はい、あと、まあ、その出入りの自由さとか、はい、あと、あの、なんか、特にその、朝7時半とかの指定席にはなかなかいないと思うんですけど、はい、子供がいるとか、はあ、その、まあ、その子供が静かにしてればいいんですけど、例えばこううるさかったりしたりだとか、はあ、そしたらもうなんかそれでこそストレスがたまりそうな感じもせざるを得ないなと。まあそれは運だね。もうそれは運ですけどね。で、もうあの、もうあとはもうスマホを忘れたら終わりだなと。あの実際にこの、 あの11時半にその自由が丘に到着するっていう、ええ、そのスケジュールも あ, の、ええ、あるあの有名なアプリを使いまして、はい、実際多分そのアプリを使うとそのあのあのもう歩くスピードからあ なんだかんだと設定したらもうあの分細かにあの出ますよね。でスケジュール出してくれるんで、ええ、もうそれも駆使すればいいんじゃないかなと。はい、ありがとうございます。ちなみにあの、tips ってこういうのよく言うんですけど、あの、ちょっとした知恵って言いますけど、あの、お子さんがいるかどうかっていうのは、本当に皆さん、あの、これ、皆さんではどうにもコントロールできない話なので、もしこれが、あの、ね、仕事をするとき、これから皆さん、あの、周りのノイズが気になるって話であれば、一つの、アドバイスとしては、まあ、耳栓とまでは言いませんけど、あの、ノイズキャンセラーの、あのイヤホンを持っておくと何かと便利だったりはします。割とだからあのアメリカなんかであの飛行機の出張が多い方多いんですけどね、彼らだいたいノイズキャンセラーのイヤホンってだいたい必須になってたんです。あともしくはあの最近売ってるあの耳栓って割とイヤーウィスパーみたいなやつって割とあのああいったあの高周波音を全部カットしてくれるので、あれつけておくだけでも結構割と軽減されるので、まあ間違っても皆さんあの周りで赤ちゃん泣いててもね、うるせえなとかそういうこと言っちゃいけませんよ。あの彼は赤ちゃんはね、あれ必要で泣いてますからね。ぜひご理解のほどお願いしますね。はい、ありがとうございます。で今あのスマホを忘れたらまあちょっとねやばいという話ありましたけども、実際はいこれでコントロールできるわけですが、他に何かないでしょうか。後ろ行ってみましょう。はい、今途中までなんですけど、まず最初の準備のところで、はい、めっちゃ考えることがあるんですけど、あ、まず話を何あ東京行かなあかんっていうのを聞いて、まずその仕事なんで確実に遅れないように行かないといけないっていうので、はい、まずあの予約をすることを考えます。はい、で、はい、で予約をする際に、ビジネスなんで、はい、そのパフォーマンスを上げないといけないということで、自由席だったら、あ、それと、あの、昼の、東京に昼っていうことなんで、はい、だいたい岡山を7時ぐらいの新幹線で出なあかんということで、はい、そのラッシュアワーとちょっと重なるんで、ええ、あの、確実に座れるように指定席で、まず考えてます。はい。はい。で、あ、それで、まあ、遅れられないということで、ええ、あの早めに行こうとするんですけど、ええ、その際に思ったのが、予約で新幹線を取っても発券しないといけないと思うんですけど、あ、発券しないといけないんですかね。あのさっきの、ね、スマート EX を使った場合には発券をやらなくて、あの皆さん登録した、はい、あの交通 KYC カードを登録しておくとタッチするだけで、あのそしたらあの自動あ改札機とか紙がピッとできて、でそれであの座席番号出てされるんですけど、あのそうじゃない場合はあの緑の窓口の場合でも、まあ、もしくは券売機の場合でもいずれにしろ買わないといけないんですね。買わないというか発券は必要ですね。あ、そうです。まあ、その時間ありますよね。そう、自分たちの中ではそれがあのないんじゃないかと思ってたので、はい、その携帯のバーコードとか取り入れられて、そのデジタルチェックインみたいなのができたらそういう課題を解決できるなと思って、もっと簡単に。分かりますかね。分かる分かる、うん、ちなみにあのこれまた皆さん調べると不思議なことに気がつきますけど、 JR 東日本と JR 東海と JR 西日本と JR 九州ですね、皆さん予約システムは少しずつ違うんですね。
ええー、でしょ。まあ、なんか気づいてしまったんですよって、これもぜひ YouTube に行かれてらっしゃるんですけど、なんでかというと、それぞれ予約システムは違うので、例えば JR 東日本で発券したチケット、紙のチケットはですね、JR 東海だけではですね、できないんですよ、変更とか。ええー、でしょ。で、例えば逆に JR 西日本のチケットをネット上で予約できるんですけど、それを発券できる場所は JR 西日本の発券機やったことないと、また発券できないんです。これ新幹線で割とトラブルなケースがあるので、ちょっと皆さん覚えておいてください。注意しないと、発見できる場所が、ね、限定されていて、特に域外と言われる。JR 西日本だとね、東京駅しかないんですよ、逆に。例えば、できるところは。だから他の新宿とか、なんか同じ JR の緑の場所ができるよねと思って、吉祥寺駅に行ってもできませんって言われたりするとかいうのもあるので、結構、ちょっと、覚えておくと便利です。はい、ありがとうございます。別に今日の主題なだけですが、指定席を取るという話でした。他に何かありました？全体のジャーニーとして。全体のジャーニーとしては、やっぱり一番重視するところが、そのビジネスっていうところで、その疲れ、東京に行くまで4時間、それプラス移動とかがある中で疲れないようにっていうところを重視しているので、先ほど言ったように指定席取ることとか、はい、その時間をに余裕を持って行きたいっていうので、はい、そうですね。時間に余裕を持って作るとか、あと天気もちゃんと調べないといけないなと思って、今の時期だったら梅雨なので、その雨が降っている場合が多いから、その場合だったら駅からオフィスまで近くてもバスとかタクシー使うんじゃないかみたいなのを考えて。ますね、バスを使う、まあ、バスかタクシーか、その距離にあるんですけど、ね、そうですね、はい、はい、こうですね、これ東京着いてから、あ、東京着いてからじゃなくて、東京から自由が丘、はいはい、最寄りの駅まで、最寄りの駅までは電車で行って、はい、最寄りの駅から、東京から近いと思うんですけど、はい、それでも雨降ってたら、あとビジネススーツ着てると思うし、まあ、タクシーとか使う人も結構多いんじゃないかなと思います。はい。はい。今ちょっと天気の話出ましたけど、まあ、飛行機なんかね、割と天気に左右されるときがあるんですけど、皆さん新幹線もしこれから東京に行くことだったらですね、新幹線、東海道新幹線が止まる一番最大の場所は関ヶ原なので、これってね、なぜかいろんな理由があるんですけどね、あそこって日本海側気候からバーッと雨が金沢を吹き込むところなんですよ。でものすごい雨が降ったり、あと雪が積もったりするエリアなんですが、この時期だと大雨、冬だと大雪で、新幹線を大幅に遅れる可能性あるのは関ヶ原です。なので、皆さん天気予報を見てですね、岐阜県関ヶ原の方がなんか天気荒れそうだなとか、東海近畿地方でなんか大雨の警報出てるときはですね、新幹線遅れる可能性あるということはちょっとね、頭を覚えておいてください。飛行機は飛べば基本的に着くんですけど、新幹線はね、動いてるんだけど遅れるってことがあります。で、これ玉突きでどんどん遅れていくので、そこの可能性はさっき今天気と話してましたけど、ちょっと覚えておいた方がいいです。はい。皆さんこれが仕事を出張するとき、新幹線使うことあると思いますが、はい。ありがとうございます。じゃあちょっと、ですね、その横に行ってみましょう。どうぞ。出発前に、はい、新幹線か飛行機の中ですることがない、ないというのはもったいないと思うので、仕事を何するかっていうのをオフラインでもできるように前もってダウンロードをしておくとか、まあ、もしもそこまでやることがないんだったら自分が見たい動画をダウンロードしておくとか、その Wi-Fi が必ずある環境が、そこに必ず Wi-Fi があるって限らないので、自分ができることを先に考えて、それに合わせた準備を先に出発前にします。はい、ありがとうございます。それとあと多めに、まあ、今キャッシュレス化って言われてるけど、はい、とりあえず多めにお金を下ろしていたり、はいはい、あと電子マネーを使ってるんだったら名前までちょっとチャージしていたり、はい、あと、もしも自分がそこまで詳しくないところに行くんだったら、ええ、
イベントがあるかどうかとか、なんかそういう混雑がの原因となるものがあるとか、あるかどうかを先にチェックをします。はい。それと、目的地について、まあ、多分ビジネスの用事だったら前もっていくと思うんですけど、はい、その前もって行ってうまくいったら必ず時間ができると思うので、その、まあ、知人とコンタクトを取ったり、はい、よくその土地に詳しい人の意見を聞いて、自分がなんか、まあ、緊張を和らげるためとか、はい、ちょっと散歩できるところとか調べておいたり、暇つぶし何ができるかなっていう、まあ、せっかく行ったんだからちょっと楽しんで帰ろうっていう考えだと、ちょっと楽しいことも考えておくかなと思います。はい、ありがとうございます。そうですよね、あのこういった時間間に合わせることをすると、多分バッファーで時間設けるはずなので、空いた時間どうしようかなっていうのはあらかじめ考えておきたいですよね。はい、ありがとうございます。ちょっとその後ろ行ってみましょう。出発の方は大体他の班と同じなんですけど、はい、その品川か東京に新幹線で着いた後に、慣れないところで在来線に乗り換えをしなきゃいけないと思うんで、その駅 の、 あの岡山駅よりも広いと思うから、はい、その駅の構内図を事前に調べたり、その間違えたりした時用に、はい、その1本後の電車の時刻を調べておくとかっていう対策を先にしといたら安心して乗り換えができるかなと思いました。はい、よい周到だね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとあのマイク前の方に戻してもらってですね、ありがとうございます。あの今実はこうやって皆さん上げてもらってですね、であのいくつかいろんなポイントあると思うんですけども、でこれで実はあの皆さん気づく点があるかもしれません。例えばですね、これってあのジャーニーマップなので、あの実際にその出張する人、使う人がどういう行動していて、何困っているのか、何感じているのかっていうのを書いたものです。で、例えば先ほどあのオフラインで作業できるように準備するってことをやっぱ考えているってことは、これ裏返すとですね、裏返すと要は電車の中でも快適なオンライン環境があれば皆さん便利だと思うってことなんですよね。逆に言えばね。とか先ほどのこれ待ち時間でやっぱり早めに着きたいっていう人は特に出張のお客さんは多いはずなんです。で駅から降りても結局時間をどっかで調整しなきゃいけないという、その場所が欲しいとかね、なんかちょっとした観光したいとかね、なんか快適にちょっと待ち時間でこうリラックスしておきたいっていうニーズ、これ駅でどうしておくかっていうのはとても重要なポイントですね。実はあの駅であんまこういうスペースで作られてなかったりもするんですよ。とかとか。で、あの、先ほどの構内図調べておく話あるじゃないですか。で、これって要するに、あの、やっぱ知らない人が移動するときに、乗り換えのときに、その時間のロスタイムが生じて乗れないっていう可能性があるので、そうなると、新幹線で完全に目的地にそのまでもう、東京駅着いてゴールっていう人はいないので、普通。降りた後、どういうふうにスムーズに乗り換えできるのかっていうところは、実はものすごく、はい、重要なポイントだったりもします。あの、こうやってあの、書いていくとですね、いろいろここから、実際のお客さんが本当に必要としていることとか、あの、課題っていうのが浮かび上がってくるんですが、実際にですね、ここであの、実際に課題を抽出した後で、最終的に何が解決策かということを考えて、で、それを実際に試してみて、本当に有効かどうかということで、実際の問題解決ができるかどうかを、検証していくんですけれども、このデザイン思考の方法ですね。で、ちょっとその解決策を考えていくときですね、皆さんにあの少し頭の隅に置いておいてほしいポイントは、この3つの円が重なるところが解決策だということを考えておいてください。で、今ですね、これをやったときに、あの、例えば新幹線に求められているその課題は何かっていうのをちょっと抽出しないといけないんですけども、仮にそれを抽出した問題がですね、まあ、いろんなあの答えになる可能性があるんですが、それが一つ、まず、人に対して人を中心に考えるときに、それは本当に必要なものなのかどうかという見方を一つした上で、左の、ここ、大きなポイント。本当にそれはできるのか、技術的な可能性があるのか。先ほどですね、冒頭の方で皆さん指摘がありました。例えば乗り降りに、こう、乗降口新幹線って割と一人分の肩幅分ぐらいしかあれないんですね。この両開きの大きなドアではないので。で、言ったときに、じゃああれを大きく開けることは、じゃあ技術的にできるのかって話がありまして、新幹線、機密構造であるという以上、ドアの構造って結構複雑なんですね。大きなドアを作ると結構ロスが大きくなると、あと、乗る、降りる、
人の数が増えても、今度は座れる、この座席のスペースが圧迫される可能性もあります。で、技術的な可能性があるかないかという話はとても大きなポイントです。で、さらにですね、それをやるときに、経済的な可能性というところも考えています。これ持続可能性という見方なんですけども、何を言いたいかと言いますと、その解決策をやるためにどんだけお金がかかるのかという話です。例えば、新幹線をみんなが座れるようにもう1両増やしちゃえ、16両編成じゃなくて17両にしてくれてたら、莫大な予算なんですね。車両1個つけるじゃなくて、駅の施設全部作り直さなきゃいけないので、ホーム全部延長したりとかですね、バリューターの線路付け替えとかですね、凄まじい予算なので、なので現実的じゃないんです。残念ながら、経済的な面からいくと。とか、座席を例えば減らしてもっとゆったりとですね、リクライニングも140度、ほとんどフォルフラットに近くてしてあげたいところなんですけど、そうすると、乗れるお客さんの数が今から半分くらいでしまうと、今度は激混みになる可能性あるので、チケット取れないという可能性があるのも、経済的な可能性という意味から考えたら、ちょっとなかなか取りづらい手法でもあります。なので、人を中心として考えたときに本当にそれは必要と迫られていることなのか、実際にそれは技術的にできるのかという話と、あと実際にそれが経済的な可能な解決策なのかという、この3つの点から解決策を考えて、編み出していく必要があります。で、解決策を決めていくときのやり方としてですね、最終的なこの間、皆さん経験した方も多かったんですが、ブレインストーミングという形、まあブレインライティングですけども、様々なアイデアを出し合って、で、そのアイデアにさらに乗っかってですね、誰か出たアイデアを潰すんじゃなくて誰かのアイデアをさらに膨らませていくような形でいろいろな面白いあまり思いつけない自分一人で思いつけないようなアイデアを膨らませていくという方法がありますしもう一つはプロトタイピング実際にこう作っていって試してみることで、で試すことを繰り返していく中で修正していくという方法があります。で実際新幹線のようなケースの場合ですね実際新幹線作ったりとか駅作るのは現実的ではないのでどうするかというとですねサービスをですね、ストーリーボードといって、実際物語にちょっと直してみて、こういう風にしてみたらどうだろう。で、その時だったらこういうジャーニーはどう変わるんだろうというのを実際で皆さん作っていく手法があります。で、さて、それをより実感を持たせるためにですね、段ボールを使ったりして作るケースなんですね。例えば新幹線の、例えば緑の窓口に並ぶところとか、座席のところなんかを実際作るの大変なので、模造紙とか段ボール使ってですね、なんとなくそんな雰囲気を作ってみて、こんな感じだと人の動きどうなるんだろうとか、いうのを実験して、その問題が本当に有効かどうかを試す方法もあります。でですね、ちょっと最後に、こういうジャーニーを作ってもらって、もう一部皆さんから、ここはちょっとポイント課題だなというところをいくつか皆さん指摘をいただいてますけど、改めて最後にまとめてですね、皆さんから見てですね、出張に最適な新幹線というテーマで考えるときに、今の新幹線を抱える問題は何かという話と、ちょっとその解決策というのをちょっと考えてみてください。1個どれか選んで結構です。どれでもいいです。それが課題だと思うことは。今、そのジャーニーで皆さんいろいろ考えてきた中で、新幹線、それを出張で使うときの新幹線で買うときに、何が一番、今の新幹線では問題かというふうに皆さん思うのか。で、それを解決するつもりはどういう解決策があるのかというところを、お時間、5分ほど差し上げますので、ちょっと皆さんで議論してみてください。どうぞ。でも、
本当はお金をやってもらう。まあまあ、そうですね。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 そこからね、まずやれば、もしかしたら違うとか、自分で、私は言いたいとか、そういうことなんですか。まずは、本当にどうしても出してもらうので、あとは皆さんに聞いてもらえるでしょうか。そうすると、ね、もしあれば、私は、まあ、それは報告しましたけど、最初になんか、自分が出せないんだら、全然違ったし、いいんだな、と思って、それを思って、うまいこと、睡眠の質を上げるように、Wi-Fi を、皆さんが上げると、新幹線に乗って、いい感じで、こっちの、課題を一つで解決策を教えてください。まず現在の新幹線の課題なんですけど、はい、Wi-Fi がつながりにくい席があって、はいはいはい、それで、まあ、Wi-Fi の、まあ、改善をしたらいいんじゃないかっていう意見が出ました。はい、ビジネス専用の席を作るというアイデアが出ました。どんな席？あ、そうです。例えば、まあ、机が広いであったりとか、まあ作業しやすい。あ、ちなみに昔、それ昔
アナの国際線の飛行機ですね、ジャンボが飛んでる時ですね、2階にですね、ビジネス作業席があったんですよね。本当にね、デスクがあって、これは出張でも働けってことかと思いながらですね、皆さんそこで働いたんですが、なぜかコンセントなかったんですね、当時。まだ昔、いや昔あったんですよ。で、その当時はね、だから、バッテリーの会社やってたんです。こんなロングバッテリーのですね、あのパソコンさせるようなやつですね。なんていう時代も実はあったりもしました。まあ今ね、座席全部、あの、エコノミーも、コンセントついてます。国際線とかですね。はい、そういうのがあったかもしれません。はい、ありがとうございます。じゃあ、後ろどうぞ。課題とその対策を教えてください。ちょっと一つにまとまらなかったんですけど、はい、私の考えでは、はい、なんか気分が悪くなるっていう意見がちらほらあって、あと外も窓ちっちゃいですし、はい、一番窓側の人しか結構景色が見えないスペースなので、ええ、その壁をちょっと私の考えでは、なんかこうイラストを描いたり、はい、気分を明るくするとか、はい、なんか情報を出してなんかこう目印を作ってくれる、はい、みたいなことを考えました。ああ、なるほど。なんか新幹線が出てからが、はい、出てから駅の中だと自分が今どこにいるかっていうのが分からなくなることがある。ああ、はい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 。外に何か建物とかが見えると、ええ、その自分の持ってる地図と比べられると思うんですけど、はい、そのどこにいるか前のところが見られないから、はいはいはい、その案内みたいな、はい、こっちに何々がありますっていうのを一言書いてあるだけで、ええ、自分の居場所がちょっと分かりやすくなるんじゃないかなと思います。ああ、現在地ですね。新幹線の中ではなくて、はいはい、降りた後の話です。ああ、駅のホームでってこと？はい。ああ、はいはいはい。確かにそうだね。降りた時に、どっちに行けば一番近いエスカレーターとかと分かりづらいんですよね。で、人の波に従っていくと、ないじゃん、エスカレーターという話とか。はいはいはい。あ、それは確かにおっしゃるとおりです。ホーム、降りたいでしょ。ああ、分かります。ああ、でも実際にこれってあの飛行機も実際同じで、あの飛行機の場合ってあのこの気分悪くなるって、あの窓って飛行機ついてるじゃないですか。一応あれ本当はね、飛行機ってあの窓全部潰して全部鉄の塊とかね、ジュラルミンの塊した方があの飛行機の製造コスト安くなるんですけど、さすがに窓ない空間って皆さん嫌じゃないですか。だから一応飛行機ってみんなちっちゃくても窓ついてるんですよね。ちなみに昔あの飛んでたコンコルドって窓はこんなちっちゃいんですけども、あの超音速で飛んだったらちっちゃくしてたんですが、で理想的には将来的にあの今のところいろんなアイデア出てるんですけど、さすがに窓を潰すところまで今行ってないんですが、今あの787とか最新型飛行機の照明が変わる LED、 あの国内線あんまり変わらないんですけど、国際線で行くとすごくね、あの時差をボケを回数をするためにわざとその時間帯を変えて暗くしたり明るくしたりとすごく照度を細かく調整できるっていうのができるので、将来的にあの新幹線なんかもそこら辺を少し工夫してくるのかもしれません。あとディスプレイが今驚異的に良くなっているので、今 8K とかあるじゃないですか。 8K って言うと実際にその窓の底の外の風景と全く変わらないんですよね。とかむしろそれよりも解像度良かったりもします。そうするとひょっとしたら窓潰して全面ディスプレイみたいになるかもしれない。そうするとみんながはっきり見える。なんか全部見えて怖いかもしれないですけども。っていうのもあるかもしれません。はい。あと、ホームの人たち、そうですね。これ今すぐできる話ですよね。これは確かに。はい。ありがとうございます。では、後ろ行ってみましょう。私たちの班では、新幹線は、なんか車内が狭いから荷物が邪魔だっていうことが問題点に上がりました。はい。で、その改善点として、キャリーケースとかが流れないように前の席にストッパーをつけるっていうのと、はい、あと座席を上げてなんか下に荷物を入れるスペースを確保するっていうのと、でもこれらの意見は少しお金がかかってしまうので、座席の下に床を少し低くしてそこに荷物を入れられるようにする。ああ、はい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 、そうですね。結構これ飛行機とも同じ問題なんですけど、荷物置き場の問題ですよね。あの飛行機の場合ってあの前の座席の下に入れるじゃないですか。よくね、あれ入れるじゃないですか。なんで新幹線あれないかというと、あの JR の全車両基本的にそれないんですけど、回転させるので、あれって進行方向変わると
なので、下に指示台が結構重たい基礎構造を置くので、ちょっとそれは置きづらいところなんですが、確かに床をかさ上げして、床下に置けるという方法ももしかしたらあるかもしれないし、あともしくはもう少し天井を高くして、どこまで上げられるか、構造上の問題ありますけども、上のね、瓶って言われる荷物置き場をこうするとか、まあいろいろありますよね、この荷物置きですね。今実際に新幹線割と問題になってます。特に海外旅行客の人で、でっかいスーツケース持ち込む人、みんな途方に来るんですね。スーツケース持ってガラガラと持ってきて、3人の座席のところで来て、どこに置けっつうのこのでっかい。まさか上の棚っていう巨大な60リットルぐらいの大きなスーツケース持ってきて。というのは実際に、はい、発生しています。ありがとうございます。他、大丈夫。じゃあ、後ろどうぞ。私が実際に会って嫌だったなって思うことなんですけど、はい、なんか新幹線にその乗れってして予約取っとった電車に乗れなくなっちゃったことがあって、その時に駅員さんに、私の場合ちょっと事情が特殊だったんですけど、元予定しとった駅に行く電車がもう新幹線1時間後2時間後しかないから、はい、もう一歩先の新幹線まで行こう、駅まで行こうみたいな。はい感じにしたときに、そこの駅で事情を話したのに、なんかそういうこと、なんか、指定席今から取れませんとか、お金も今払えません、向こうまで行ってくださいみたいな感じで、すごいなんか冷たくあしらわれて、はい、いざ、着いた時も、なんか、緑の窓口かな、はい、で、なんか、生産してもらったんですけど、すごい時間かかって、在来線も予定しとったのに、また乗れなくなっちゃってっていうのがあったので、はい、なんか、解決策具体的なのはないんですけど、そのネットでできるみたいなのをもっとなんか社員さんもすごいスムーズにやってもらえれば、こっちも嬉しいんですけどっていう意見です、はい。ありがとうございます。あ、ですよね。まあ、チケットの変更ですよね。実際の使用直前とか、場合によってはね、使用した後という話、入港って言いますけど、駅の中に入った後、何らかの順で乗れなかった、まあ、いろんなケースあるんですけど。確かに新幹線の場合って指定席乗れなかった時って結構トラブルになってしまって、もう一回チケット買えとかですね、って話であったりとかして、それ指定席は無効ですからと。要するに乗車券は有効ですけど、特急券の指定席は無効だから、もう一回買ってくれとか言って、って話。実際海外の方をお連れした時に、実際それが発生しまって、海外の方って、まあ、10分ぐらいくれてもいいでしょっていう、どういう感覚なのかしょうがないですが、向こうの方の感覚で言ったら、正確なので新幹線行った後でどうなんですかって言ったら、家庭予算もう一回やったら、いやー、怒り始めてですね、海外の方が、なんでって言ったら、いや、乗れなかったから仕方ないですよね、いやーとかって揉めたので、すいません、飛行機の場合、乗れなかったらチケットこれ無効になりませんって言ったら、あ、そうかって話で、一応決着がついたんですが、新幹線の私、この本数が多いので、その乗り換えの振り替えのメカニズムをもっと簡単にしてほしいってのがありますね。はい。特にこういう出張なんかの場合、何かの理由で、遅れたりとか乗れなかったりするケースが出る可能性は確かに高いので、で時間が勝負じゃないですか。すぐに乗り換えたいとかね時もありますので、ここの本日はもうちょっとスマートな、はい、解決手段欲しいですね。ありがとうございます。で今ですね、こう皆さんこういろいろ挙げてもらったんですけども、例えば今のこのチケットの変更の問題とかですね、実際にWi-Fi とかこのビジネス用席を作るとか、まあ、いろんな見方があるんですけども、例えばこのチケットの問題なんかは新幹線の列車そのものとはあんま関係ないんですよね。別にこれって他の特急電車でも急行電車でも何でも使えるお話で、何を言いたいかと言いますと、新幹線をって考えた時に新幹線自体の問題ではない、新幹線の車両とかで、ね、その問題じゃないことの方が結構大きな問題であったりもします。特にこのチケットの話では、先ほどねお話もしたんですけども、最終目的地重要箱ですから、東京駅が、ね、最終目的地の人っていないんですよ、ほとんど。よほどの なんか列車マニアじゃないから今だから。でも一番最初にこれ皆さん調べるじゃないですか、経路。でも皆さん一回ぜひ、今でもいいんですけどね、 JR の新幹線のね時刻表を調べようと思ったらですね、分かんないんです。そこ JR の新幹線しか帰ってくれないんですよ。そこから先は自分で調べるってなるので、じゃあどうしなきゃいけないかというと、のぞみ33号は岡山発11時だから、これ東京駅にね、ザームで2時30何分着くので、さあそこからってか乗り換わんないかとかね、ナビタイムかとかってまた別に調べなきゃいけない。でも、あれがちゃんと Google の検索マップみたいに、新幹線の時刻表の中で目的地を入れた時に、どれが一番いいですかっていうふうにちゃんと出してくれれば、皆さん多分新幹線、あ、じゃあ光で行ったって間に合うやとかね。じゃあ子供でもいいやとかですね、あそこで判断できるはずなんですけど、まだやってないんですよね。
もったいないって話だって。そんなにお金かからないと、実は。でも、実際の利用客のことを考えると、全体の流れをスムーズに皆さん安心して、こういった待ち時間少し余裕を持っていきたいとか考えたときに、どれを乗った方が一番いいのかとか、さっきの料金の話とか、あとこうやって変更が必要な場合には逆に言うと、どういうチケットを買った方が一番いいのかっていうので、そこら辺が実にスムーズに紹介してるかというと、まだ全然紹介してないところで、やるとこはいっぱいあると思います。JR さんよろしくお願いしますとかの YouTube でいたですね。で、今実はこれやってもらったのはですね、先ほどの冒頭のケースで紹介したアメリカのアムトラックの電車で、ここのエセラーという形の特急電車ですけど、で、彼ら IDO さんは、今言ったみたいに全体のプロセスを全部設計し直しました。アムトラックにお話をして。で、何やったかというと、まず時刻表を見て、電車を選択してチケットを選ぶときにもっとスムーズにしろと。で、利用客はビジネスマンだからそれが便利なような形で、彼らがその着いた後、もしくは帰るときに、いつぐらいが一番必要としてるかよく調べて、まずダイヤを組めという話と、で、さらに駅の構造も、駅に行きやすいようなタクシーがちゃんと乗り付けやすい場所も作って、降りたときに、どこまで行けばタクシー乗り場あるとか、どこに行けば地下鉄乗れるかというのをちゃんとクリアにしろという話も考えて、さらにチケットは変更ができるにしろと。ビジネスマンなんていつ買うかわからないので、簡単に変更ができるようにしろと。で、座席はビジネスマンの方がこう作業しやすいような形の空間にして、荷物をちゃんと置き場の大きさも考えて、で、実際作業がしやすい台とかもちゃんと考えて、全体の流れを設計し直して、エースラーというところ特急を設計した結果、アメリカでは非常に強い人気を得ています。アメリカの飛行機って割と遅れやすいのでですね、それよりはむしろこちらの方がいいという意見もあって、あと作業がしやすい空間もありますので、割とボストン、ニューヨーク、ワシントン間のこのエースラーは、このデザインシンキングを使った形での全体設計をきちんと最適化したケースとしてよく紹介される話です。ここでのポイントは、繰り返しになりますけど、電車そのものをどうしたかって話じゃなくて、旅の最初から最後までの中でこの電車はどう位置づけなのかということを考えた上で、全体をどうしたら一番お客さん気持ちよく移動できるのかということの移動に着目して、移動する人が何を必要として、それをしたらどうすれば一番便利かということを考えたところは最大のメリットです。はい。でですね、皆さんいよいよこれ今日の話じゃなくて、これから3週間実はですね、皆さんこれに取り組んでほしいんですね。前もなんかこれ引き出そうって話あるかもしれないけども、皆さんから圧倒的な指摘がありました。岡山大学学長の昼食時の混雑、この課題をぜひ皆さんとですね分析して、学生の皆さんで実行可能な解決策をちょっと考えてください。これポイントはですね、学食を増やそうとかですね、スペースビルを大きくするとか、そういうのは現実的な方法ではありませんので、学生の皆さんで実行可能な方法というのをちょっと考えてほしいというところです。で、そのためには、皆さんが昼食で問題だ、行列が長いとか、座る場所がないとかですね、あともしくはその配膳のところでの、その注文を受けてからどの、ね、やり取りの方が時間かかってるとか、まあ、いろんな前指摘があったんですけれども、もう一度、今一度観察をして、あとインタビューをして、あと皆さん自身がユーザーの一人一人でもあるわけなので、皆さん自身自身のインタビューを受けるような形で、それぞれの課題、状況というものをずっと皆さん洗い出してみてですね、その上で何が問題なのかというところを分析をして、ぜひ皆さんの効果的な解決策の提案を待っています。繰り返しになりますけども、皆さん使い、学食を使う人、ユーザーそのものであるので、皆さんの目から見ての必要性を満たす、そういう解決策で、なおかつ実現可能で持続可能なんていうのは、経済的にお金かからないという、そういう解決策が、ぜひ皆さんで考えてもらえればと思います。プロセスとしては、今日ご紹介した観察をして、その使う人たちが感じているその内容、共感を皆さん得た上で分析をして、何が本当の一番本当に解決する問題だということを皆さんで洗い出した上で、それに対しての解決方法を考えるというそのプロセスをぜひ実行してみてください。で、最後の実行検証ができれば理想ですけども、ちょっとここはおそらく実際やるとなると、多分いろんな手続きなり、皆さん実際にあそこの重機で動かすといろんな話あるかもしれませんので、最低限皆さんやらなきゃいけないのは、解決策を考えるところまででなります。解決策をぜひグループで考えてください。やらなきゃいけない作業としては、こちらのスライドのちょうどモデルであげますけども、まずですね、グループで皆さん、調査計画、どういうふうに考えていただくか、その全体のスケジュールを考えて、あと実際に学食に行ってですね、まあ、これから3週間ありますので、できるだけ早い時に皆さん行ってくださいね。明日25日発表だから20日に皆さん全員行くというのだけでは事態は避けてくださいね。学食余計混雑しますので。で、インタビューをした上で、先ほど言った分析作業ですね。一体何が問題なのかというと、全体の流れ、実際にお昼間食べに行こうというふうにして、各学部からスタートして、食べて帰るところまで考えたときに、どういうふうな流れになっているのか、
で、それで実際に課題は何かということをブレインストーミングした上で対策を立案して発表資料を作ってください。1グループ2分、スライドは最大10枚、25日の木曜日に皆さんにプレゼンをしていただきます。で、あのグループですね、今座っているグループで皆さんそのままそのグループで活動してもいいですし、他に改めてあのこのグループでやりたい方でも結構ですけども、あの一応今日まず皆さん今日書いた紙に一応グループメンバーの名前、学年は書いて一応今日提出していってください。で、後で変更する方なので、変更する場合にはまた後ほどモードルで申告をしてください。で、今皆さんの手元にですね、ストラップ付きのケースが割られてると思うんですけど、それ一人一個ずつ取ってください。で、さらに白い紙、名刺台の紙がこう刻まれている8枚の名刺が作れる白い紙加えてますが、そこを1枚皆さん破って取って帰ってですね、そこにあの自分の名前を入れておいてください。で、何に使うと言いますかというと、あの学食に実際に調査に行くときはぜひあのこれかけてですね、あの授業で調査してますねということを分かるようにしていってください。じゃあ、 あの写真撮ったことしてるとこの人何やってるのか皆さん思いますか。お願いします。何か質問がある人いますか。大丈夫ですか。7月25日の発表内容のガイドラインについてまた改めて資料としてモードルであげますけれども、基本グループでも調査作業と課題の分析がこの作業の中心となります。はい、じゃあ、で、ぜひあの皆さん、はい、最後になります。あのこれからのグループ作業しますけども、あの決してですね、あの何かすごいものを作ろうとかですね、なんかかっこいいアイデアとかそういうものを考えなくて結構ですから、ぜひとも皆さんぜひ頭を働かせていろいろ観察をしてですね、皆さんのグループ内で考えをまとめて、ぜひ新しいアイデアが出ることにちょっとチャレンジしてみてください。あの成功か失敗かということは問題ではありませんので、ぜひとも皆さん新しいことにチャレンジすることに皆さん今回主眼を置いてやってみてください。はい、で以上今日の授業となります。またあの質問等がありましたらモードル等でもご覧ください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。来週はアップルの木田さんが来ますので、皆さんお疲れ様です。